はい、皆さんこんにちは、アシスです。ウィッツです。じゃあね、前回全滅したってとこで、まあほぼ同じメンバーでほぼノー作戦でひどいっていう反省しろ。いや大丈夫、なんとなく分かった、システムが理解してきたよ。俺は俺の学習能力っていうもののなさを見せ、あ、ちげえよ、見せてやろう。学習能力のなさ見たくないからね。あ、死んだんじゃねえこれ。やべえ。この状態で敵放置してるぞ。ずっと目手を打ってくるぞ。やっさっさと倒せ。やっぷやっぷやっぷ。もうこれ諦めた方がいいぞこれ。やっべ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 、なんだこれ。コマンドせえ。ちょ待ってよ。まあこれはレベル分の問題じゃないな。あの状態メテオ連打してくんのか。きっつ。マジケフカ強いわけだが。で、ちょっと対策してきて、ちょっと全員にレビテトかけて、ちょっとね、モグの代わりにロックを入れて、そう、さらに安定感を増して、多分リレイズ使えるしね、ロックね。だな。うん、で、ストラゴスは今、ソウルオブサマサーつけたから、もうこれで、アルテマ2連発で押し切りましょう。はい。そう。よし、勝つぞ。行こうか。あ、こいつ何持ってねえのか。フェニックスつけてんだ、ちゃんと。大量に死んだ時はロックだな。あ、やべえ、勝っちった。2発目よく避けた。やべえ、勝っちった。何にも補助魔法が効いてないぞ。誰だ？どこか。大丈夫だ、問題ない。痛そうに見えるか。やべえ、デスペルのターン来た。ということは、もうすぐ死ぬな。おじいちゃんか、おじいちゃんか。さあ移動だ。オッケー。いいか、ここは瞬殺だぞ。おい、いいダメージ、いいダメージできてるよ。安らいで。安らぎってそういうこと？安らいじゃったおじいちゃん。あ、オッケーオッケーオッケー、これで。いやー来た。とりあえずベストメンバーで。ベストメンバーで、最終戦まで来た。よーし。考えられる、今のところベストメンバー。来たね。最初に HP1 にされるんだよな。まあ、このメンバーだったら、ケアルガもすげー撃てるから。で、最悪、ラスエリだな。オッケー。もうリルムが MP 切れたのは分かってるな。多分ラスエリ使っちゃっていい気がするんだよな、もういきなり。それ、うん、開幕使っとけ。うん。誰が今 MP やばいか分かってないからな。そう、絶対な、ここで油断したら、てか油断っていうか出し惜しみしたらいけないからな。そうだ。命、聞いたぞ、夢、希望。そんなもの、どこが違ったわ。どこから来て、どこへ行く。そんなものは、この私が破壊する。アイテム、ラスエリってどこにあんだ？あったあったあった。オッケー。で、連続魔。おじいちゃん本気だ。オッケー、ここラスエリかかる。アイテム万能で、ロックを買い戻して。言っとくけど、おじいちゃんさっきリレーズ発動したからな。オッケーオッケーオッケー。かけとこうか。アルテマアルテマ。殴れ殴れ。
戦ってで回復入れよう回復入れようあれでも強え。うおい、まあ、そうだった一発だった一発だったとりあえずおじいちゃんのアルテマでアルテマで押すぞアルテマで押すぞアルテマで押せギルム死ぬ。回復よりリレイズの方がいい。うん俺もそう思った一撃で死ぬ。どうせ一撃で死ぬからな。まあでも生きてくれることを祈ってトライン。トラインってな状態上なるんじゃなかった。大丈夫だ。アルテマが使えない。魔法が使えない。魔法が使えない。使えそういうことか。魔法、そう、やって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 。忘れてた。魔法か魔法か。ギルム以外使えないぞ、今。アイテム、万能で戻す。万能で戻す。オッケー。これで戻っただろう。午後は戻ってないんじゃないか。午後、これ午後大丈夫じゃね？あ、大丈夫。あ、間違えた。お疲れ、お疲れ、お疲れ。ギルギル。よし。破壊の翼大丈夫だ。大丈夫じゃねえ。いや、リレーズがある、リレーズがある。そういうことか。うん。万能薬。あ、どうする、どうする。リレーズ、リレーズ。しない方が、ダメージ高いぞ、ボディ。いや、俺はリレーズを入れる。先にリレーズする。オッケーオッケーオッケー。で、連続魔、アルテマ、アルテマ。で、魔法、で、大丈夫だ生きた生きてる生きてる大丈夫だなんとか体勢を持っている。オッケーオッケーオッケー。みんなこれ大丈夫だろこれで。とりあえずリレーズかかってるから押し押す押す押す押せ押せる。ハイパードライブ。うわーいっていっていって。はいはいはい。でリレーズリレーズ。ほとんどの攻撃がこっち即死だな。うんもうこれリレーズが回復だと思え。ヘアルアイムにリレーズ。ハイパードライブ。やっべやっべ。リレイズ。連続もアルテマアルテマ。やばい、また週末が来るぞ。マジか、週末は来ないでくれ。週末は来ないでくれ。はい。強いはず。オッケー、強い、強い。ダメージ。このダメージは大事。一番超えてる。魔法回復アルテマ。このおじいちゃんのアルテマが届くのか。戦える。来た勝ったすげえギリギリの戦いだった。しゃあベストメンバーで勝った。はあやったな。このまま粉々になってケフカが落ちていって、やっぱねこのアルテマの2連打っていうのをこれだね。ただもうアルテマ2連打、アルテマ2連打。そして全員がリレーズ持ち、全員じゃないやストラゴス以外が来たー。よかったー。夢希望とか言ってたからな。でこれで、うん、問題はティナよ。そうティナがどうなるかだな。嬉しい、勝ったティナ。どうなるかな。よかった倒せた。そしてアンテナ長いな。お崩れるぞ。まあ、ここは時間。あ来た来た来た助けに来たよ。さあ急げ、この先に引き受けが止めてある。来た。あどうなるんだ。さあ行くのよ、みんな力を合わせて。なんか一人変身したけど。そうだよね、ティナはどうしたの。ティナがやばい。魔石。あ、消えてく。魔法の力が消えていってる。この世界から魔法が消えていく。幻獣の存在がなくなるからティナの存在も。私についてきて、残された最後の力を使ってみんなを導く。やめてよ、そういうのいいからさ。生きてくれよティナ。まあ確かに飛べるのティナだけだけどさ。え？え、マジで今。
大丈夫、ちゃんと続きあるから。あるよね、よかったよかったよかった。え、ページがめくられていって、これは何を意味しているんだ。ティナはな、ほんとマジもう幻獣の姿じゃなくてもいいから生きてほしい。カイエン AS、 あ、エンディングですか、これが。エンディングですよ。なるほど、刀ですよ、カイエンね。カイエンさんね、ちょっとね、ちょっと使えない子だったけど、 なかなか紳士だしエロいし薬でエロ本隠し持ってたからね。あー、だから僕に入れてたな、カイエン。そこのスイッチをそう、機械が苦手なんだよ。で、ほら、おせええいで、一方ね、エドが機械が得意だからね、機械音痴もなんとかなるでござるな。ドヤ顔ドヤ顔あ、スロット揃わなかったね、ちょっとさ、こう別撮りで。あ、残念だったな、これは。37ちょっと揃えるまでやりてえなでもなんか5、すごい、なんだっけ、 5% だっけ、リーチかかってから 5% とか、なんか 0.5% だっけ、 0.5% だっけ、なんかすんごい揃わないみたいね。うん、やっぱあれ出たらラスボスも一撃とかなのかな。そんくらいじゃなきゃ報われねえだろう確かに。お、コインで決めるぞ、どっち行くか。左だ、待ちな。え、てへ、違うのかい。おー、べべべべべ、今考えていることの逆が正解だ。でもそれは大きなミスって、何言ってんだこいつおわ、ダリルの。でもさ、セッターにさ、両方とも表のコインだっけ、裏のコインだっけ、あのコイン持たせたいね。ことか。エドガ、エドガ・ロニフィガ、マッシュ、マッシュ・レネ・フィガ。こいつら結構なんかいいキャラだったよね、二人とも。いい兄弟だった。うん、あっ、おぉ、マッシュ強え。そうそう、マッシュは崩れかけた家も抑えるし、マッシュの師匠はね、ジバレすらものともせずって言ってたからな。確かに。チッチッチッ、ああ、江戸川のモグね。モグはほんとね、モグリの守りに相当助けられたというか、苦しめられたというかモルル要員だったから、一番最初に仲間にして、そっからずっと戦闘しなかったからねでもそのツケがラスボス戦でモグは可愛いし、やっぱジャンプも最終的にかなり助けてもらったからね。助けてクッポ、うん、これで助けるんだ、クレーンゲームじゃん。エドガうまいな、さすが機械、頭に刺さってるぞあれ。お、ワンコインで取ったんじゃないの、ぬいぐるみじゃないクッポ、かわいいクッポ。で、これは誰だ、あ、ウーマロね。ちょっとウーマロはあんま出番なかったけど、まあ魔法の塔とかでなんか結構頑張ってただろう。まあ確かにね、魔法の塔で最初に頑張ってもらったね。まああんまりこのキャラはこう使われないんだろうなっていう感じはしたわ。ひど開かない、うがどん、あ、ハンターハンターの近道なんかそんなのあったな。こういう能力を普通常時から発揮してくれたらな。確かに確かに、ラスダンこれで進みたかったわ。で、午後、あ、午後はね、5からさ伏線があってさ、6で仲間になって、やっぱ強いし、何がいいってこの5のさ、あの神システムであるジョブシステムを引き継いでるのが良かったね。うん、確かにな、やっぱ5のジョブシステムは神だから、アビリティをたくさんつけられるからな、ね、好きなように。
ちょっともっと午後はなんかいろんなアビリティとかつけて遊びたかったけど、もっと使いたかったな午後は。両手のボタンを同じ手順で押す。午後セリスの真似をしろ、得意分野だ。はいはいはい、ドンドンドン。ほっとかれる午後。でこれは誰だ。あ、ガウね。ちょっとガウはね、親父とのちょっとね、あれは切なかったな、ね、切ない話もあったけどね。でもまあガウにはやっぱこう理解してくる仲間がね、こんだけいっぱいいるからね。で結構ガウ活躍したしね、俺のパーティー。猫キック様々だったからね。ガウ近道、あ、さ、最初もさ結構いい魔法使ってくれたしさ、最初から結構最後まで安定して活躍してもらった気がするだな。マッシュと仲いいし、近道近道。近道、あー音楽いいな。なんだこれ、突き落とした崖に。でロック、あーロックはねこうちょっとね妬ましいキャラだわ。もう羨ましい、羨ましい。どの辺が特に。もうだってさ超モテるじゃん、ずるくね。もうセリスと一緒ですよ。もうセリスと俺は結婚したかったわ。ずるいなちょっとロックは。でも最後すごい破壊攻撃してさ強かったね。あ、最後ベストメンバー入りしたからな。これが導いてくれている。で、なんといってもこの獣ティナ崩れるぞ。獣ティナはほんとかわいい。あ、今何取りに行ったんだ。バンダナか、もしかして違うのかな。絶対話さないぞ、絶対に。お前らラブラブだな。いや、そこ、これあれか、思い出したか。落ちたもんね。そうだよ、ロックの元カノ。トラウマ回避、なるほど。お、お酒、ティナ、そう、ティナどうなるんだろう。やっぱこれ主人公ティナだもんね。そうだな、誰かって言われたらやっぱ一番はティナでしょう。魔石、お父さん、ティナよ、お別れだ。この世界から幻獣が消える。幻獣の、あ、でももし人間として何か大切なものを感じることができたのなら、お前は人間としてこの世界感じただろ、ティナ。さあどうなる。いっぱい感じただろう。親父、リルム、あー、リルムはね養女要員として一番最後までいてくれたからな。うん、最後のねラストメンバーだったし、操るにもな。そうそう、団長のヒゲが来た時点で結構ね、まあちょっとジャンプと相性が悪かったのもあるけどあクソじじいダメ、諦めちゃダメおじいちゃん。あ、背負って、優しいな、すまんの、弱音ばっかり吐いてると似顔絵描くと怖えからなこれはやばいな勘弁ぞい。でもね、本当の似顔絵をおじいちゃんに一度は描いてあげたいの。リルム、よせい、こんな時に霞んで前が見えないぞい。リンゴ、シャドウ、あー、ここ家族なんだよね。だな、片身の指輪を両方ともつけられたもんね。結構中二病みたいなとこもあったけど、まあイケメンだよね。回想シーンでは素顔とか見てたからな。で、この犬が可愛いんだよ。インターセプター、行け、インターセプター。お前はまたそうやって一人になろうとして。ビリー、あ、
ャドウ、シュラの道を極めようとしてるんだよ。マジか、シャドウ。デストラゴス、おじいちゃんはね、アホ魔法もうちょっとね取ってね、いろいろ活躍させてあげたかった面もあったけど、なんといっても最後にアルテマっていうね、アルテマ覚えちゃったからもう大活躍ですよ、おじいちゃん。唯一のアルテマ覚えた人だからな。あ、届かないぞい。でも結構ジャンプ力あんのお前まだまだ若い者には負けんぞい。ほいほい、キャッチ。すっげえハッスルしてる。お、アンドユー、これ全員ですね。そんな飛空艇にもたどり着いたしな。まあちょっと修羅の道を極めた 人もいたけどこれでついてきて、飛んだ。でダリルと共に最後の魔石が、ティナもういいわ、あなたの力はもう。飛び立って、さあティナはどうなる。ゴリアテだ。あ、ティナ力がなくなっていく。え、落ちるの。待って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 、え、飛行石、飛行石、空から。あ、お母さん、お母さんというか子供たち、この子たちは生きてたんだ。さっきなんか結構荒らされたからな、ね、結果に世界を。あ、てか子供生まれたんじゃない。お、頑張ってカタリーナ。あ、生まれそう。私もまだ、みんなの思いが、頑張れる。まだ頑張れる？頑張れるだろう。ティナは？いったー、ティナ！しかも人間の姿。生きてるよね？ハッピーエンド来たー！セッター来たー！ダリルの船！セッターの運転技術すげえな。最速！おお、みんな助かった。よかった。まあちょっと世界が結構荒れ果ててしまっているけど。大丈夫よ、もう荒れ果てた要因は取り除かれたからな。そうだよ、また命は生まれるんだよ。そういうことだ。ね、エンディングもあるから、このラストパートはどっかで2パートに分けることになるかな。ちょっとどこで分けるかは編集しながら考えるので、ちょっとどこで分かれてるか分かんないですけども、うん、で、こうやって飛んでいくと、いやこれで FF6 も無事クリアですよ。クリアですね。長かったね、ちょっと FF5 に比べて6はサイレントも一緒にやってたってこともあったけど、うん、結構長かったんじゃないのかな。長かったな。9ヶ月くらいかかったのかな。多分そのくらいかかったと思いますね。ここまで見てくださった皆さん、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当ね、僕たちはね、視聴者に恵まれたなと思ってて、コメントもすごいいっぱいつけてもらってるし、そこは他の動画と比べてもね、結構再生数の割にコメントはつくっていう。やっぱコメントがつくっていうのはね、そう、ありがたい、嬉しいからね。
いやーでもね、5、6と結構ちょうど1年くらい、ちょうど1年くらい、1月くらい、そうだね、ちょうど1年、1月末くらいから始めたのかな。でも1年2本ペースだね。そうだね。で次回作はねもう決まってるよね。もうみんなから FF7 と言われてたので、もうここは FF7 やりましょう。やろうか。うん、もうそれはいいでしょう。本当はねもっといろんなやりたいゲームってねたくさんあるんだよ。まあいろいろ本当にね、あとはみんなの意見とかも聞いてやりたいのもあるんだけど、まあね単発みたいな感じでやれるのはやっていくと思うけど、まあ次回作は7はだってね、あの有名なクラウドさんでしょ。マレーシアでザコ敵として出てたね。確かに。結構キャラとかはやったことないんだけど知ってるからね。キャラはみんな有名だからな。うん、そうそうそう、楽しみだな。6はやっぱ6面白いって言ったから面白かったね。うん、ストーリーも良かったし、キャラクターも群像劇な感じで、みんな主人公みたいなところもあったし、そうそう、でみんな特徴があってキャラいっぱいいるしね、使っててやっぱ楽しいよね。でそれぞれみんなこの過去があったりしてね、いいストーリーをみんなが持ってて、で何にせよやっぱ6は音楽がいいよ。音楽良かったな。音楽がいい。ちゃんとラスボス戦の BGM 聞けた？あもうね必死だったからあんまり聞けてない。そうなんだよね、落ち着いて戦える相手じゃなかったからな最後。そうなんだよ、ちょっとアクティブモードっていうのもあったし、スピード最大だったしね、戦闘スピード最後に至っては敵の攻撃でほぼまだ即死っていうのも。そうなんだよ、レベルも結構低くて、レベル30くらいから33くらいかな。ファイラとかだったしね。まあ最後アルテマ推しだったけど、みんなファイラとかまでしか覚えてなかったから。小島もなかったし、FF5 もそうだったけど、二刀流乱れ打ちと連続魔は共通のアビリティだったぞ。ボス戦で大活躍。大活躍よ本当に、かなりお世話になった。セブンもあんのかな、クラウドさんのあのあれが破壊攻撃とか。そうだね、それはねおいおいやっていけば分かることかもしれないな。うん、この大地もなんかさ、あれ張っててたかと思ったけど、結構緑もいっぱいあるし、まだこれから復興できるよ。お、やっぱ東北でオリンピックとかすればいいね。東北じゃねえよ。この大地オリンピックとかすればいいんじゃないから。おお、なんか場面が変わりましたね。音楽も変わったね。やっぱさ、ゲーム音楽のナンバーワン決める動画が今ね、決める動画っていうか結果がちょうどニコニコ動画で上がってて、ナンバーワンまで発表が終わってたけど、FF6 は結構入ってたよ。空挺も結構上位に入ってたし、俺が好きなティナの音楽とかも多分結構入ってたんじゃないかな。それは知らなかったな。まあ俺あんまりいろんなゲームやってないから知らないゲームも多かったんだけど、あと俺の好きな空の奇跡系も結構入ってたし。で、みんなが揃って、あ、生まれてる。生まれた。新しい命じゃないか。この世界を支えていく新しい命が。懐かしいね、この子供のグラフィック、ティナもねこんなだったよね。ああそうだった。神曲テーマきた。神曲。最後ティナめっちゃ笑ってたな。これガチャガチャキュートフィギュアットってなりそうじゃない。おいおいおい。いやだからどうしてもこの曲聴くとさ、そっち行っちゃう。一瞬で修復したぞ。この後にさ、ほらガチャガチャキュー組曲、感動が台無しだ。お、チッチッチッ
さあ降りようか。あ、新しい、あ、これやばいんじゃない、これラスボスになるよ。ならないよ。5のラスボスになるよ。あ、なんか手がすげえ痺れてくるんだけど、なんでだろう。わからない。お、手振ってる。王様の帰還です。あ、でもこのコードだとちょっと見えないかな、みんなには。ちょっと高いところで撮ってるんですね。お、お、いい、何このグラフィック、ナビク。やっぱティナにはほんと幸せになってほしい。このグラフィックはなんか海猿を思い出すな。グラフィックっていうか背景は、ああ、大山だったな。あ、ここなんかすげえ迷った思い出があるぞ。嫌な思い出だな。あ、でここあれか、流されるところか、イカダで。あの、ギターの本部から。あ、迷いの森。ここテロンって回復するとこだ。マレーシアに行くとこだね。魔法の力は消えたって、本当にこれ魔法なくなっちゃうのかな。もうないな。なんか幻獣がいない世界でもさ、一応魔法使えてなかった。あれはでも幻獣が他の世界にいたから使えたのか。そうそうそう、もう全員消滅しちゃった。The End。 よくやった。はい、クリアということで。お、カッパ？あ、これまでのプレイデータをシステムファイルにセーブしますか。システムファイルって何？聞いてみようか。システムファイルって何？システムファイルとは、このゲームのおまけモードを見るのに。途中からなんかおまけって出てたね。そうそうそう、出てたんだよ。まだ見てないもんね。システムファイルを作ると、ロード画面にのおまけに新しい項目が追加。あ、そうかそうか、まだ見てないけど、ここで新しい項目が追加されたのか。はいはい、じゃあおまけ項目見ようか、せっかくだしね。何が現れるかはって書いてあるけど、見てないから何が増えたかわかんねえな。確かにね。秋風呂、あ、まあ大丈夫でしょう。PS3 なんで、これは。はいはいはい。セーブしましょう。あ、え、どっちこと、スロット、なんだ、いつも1にそうセーブしてんでしょ。多分1だよね。あ、秋ブロックがありません。ん？あれ？ 2？メモリーカードが入っていません。え、なんで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 、え、空きブロックない、どういうこと。違う違う、ほら今、うん、FF6 のセーブデータを全部埋めてんでしょ。あ、順番に埋めてってるね。だからシステムファイルをセーブできないって言ってんの。え、俺全クリしたのはセーブできないの。嘘だろ。え、最後にこんな落ちまってんの。ちょ待って、ちょ待って、メモリーカードの管理画面で不要なセーブデータを消せって書いてあるから、この今、PS ボタンから、でも戻れんだろこれ、消せんのこれ、終了しちゃうだろうゲーム。最後グダグダだな、おい。マジか。じゃあ、はい、ちょっとどうにかどうにかちょっと考えます。ダメだったらもう一回あのラスボス倒してきます。はい、じゃあここまで一旦ここで切りましょうか。はい、はい、皆さんどうもご視聴本当に長い間ありがとうございました。また次回作というか、まだこのね、あの FF6 ももう1パートくらい多分あると思うので、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい、ではまた。